皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。昨日3月14日、この日は静岡県公立高校の合格発表の日でした。合格した皆さん、おめでとうございます。今回のこの公立高校の入試について、ちょっと数字やなんかで確認しておきたいと思います。今回全日制に限ってですけれど、受験者数は19,156人、合格者数が17,896人だったので、実質の倍率ですね、これは 1.07 倍でした。で、数字的には不合格の人が1260人出ています。この人たちは併願した私立の高校に進学するか、あるいは、ね、再募集、公立高校の再募集に応募するか、このようになるわけですけれど、再募集の方なんですけれど、全日制では47校953人の募集があります。受付は16日の木曜日から17日金曜日の午後4時までになっています。で、試験は22日の水曜日です。で、学力検査はありません。作文または小論文、それと面接、学校によっては実技、これがある学校もあります。そして合格発表は24日の金曜日になっています。これで静岡県、高校入試は全て終了するわけですけれど、まだもうちょっと頑張りたい、再募集受けるんだという人は、あと少し頑張ってみてください。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。